横浜みなとみらい21横浜の村ビル横浜の村ビルは神奈川県横浜市のみなとみらい地区にあるオフィスビル建築主は野村不動産設計思考は清水建設野村総合研究所が横浜地区の拠点として横浜総合センターを開設している当ビルは地区内主要幹線道路のみなとみらい大通り沿いに立地しており 同じく46外区内のオフィスビル、横浜ブルーアベニュー及び横浜アイマークプレイスに隣接している。国内最大級の基準外面積を誇るオフィスビルとして開発され、2017年1月に竣工、翌2月13日には竣工式が取り行われている。2007年、同外区を対象に実施された開発事業者の公募で4件あった。 提案の中から野村不動産と野村ホールディングスによる当ビルの計画が選定された。この段階では2009年の着工、2011年の竣工及び開業を予定しており、建物の高さも150メートル級の計画であった。しかしその後もなかなか着工には至らず、幾度も後期の延期と開発規模を含む計画の見直しが行われることとなる。 2000年代末期のこの頃はリーマンショックによる世界的な景気交代などの影響もあり、港未来地区においても2008年3月にセガが複合娯楽施設の計画を中止にしたほか、開発事業者もしくは開発グループの一社の倒産により中止に追い込まれた森本によるオフィスビル開発や新構築のアーバンリゾートホテル計画、さらには 当ビルの開発計画と同時に選定された CSK グループの本社ビル開発計画も2009年2月に中止となるなど、ちょうど計画、開発の中止が相次いだ時期にあたる。当ビルの計画については中止となることはなかったが、2010年には2012年の着工予定に延期となり、さらに2014年3月時点の情報では、同年の着工、 2016年の竣工予定となっていた。また、建物の規模についても当初の高さ約150メートルから約130メートル、2010年時点で約109メートルと縮小発表が続き、実際に開発された塔ビルの高さは89メートルとなっている。選定されてから実に7年間計画が動き出すことはなかったが、塔ビルの開発に向けた。 準備工事として2014年9月1日より、清水建設の施行で、地中障害等の撤去工事に着手し、当ビルの建築計画に関する標識も設置された。そして当初の計画より、約6年遅れとなる2015年3月に、同社の施行で、当ビルの本着工に至り、前述の通り2017年1月には無事竣工を迎えている。 竣工前の2016年12月には、清水建設がビル内の照明を使ったクリスマス窓文字演出を実施している。当ビルは以下の BCP 性能や環境性能を備えており、カスビー、S ランクや、施設などの認証を取得している。冒頭の通り、野村総合研究所が横浜地区の拠点を中心として当ビル内に移転集約し、 横浜総合センターを開設している。また、同社の取り組みとして、社員が利用できる事業所内保育所東当ビルの低層部テナントエリアにて2017年6月に開設している。低層部には8つの商業店舗テナント等が入居している。なお、北側と西側に4テナントずつ入居し、内北側の1テナントは敷地内の別棟に入っている。 港未来地区の46街区は3区画に分かれており、東ビルの北側区画にはオフィスビル横浜ブルーアベニュー、東側区画にはオフィスビル横浜アイマークプレイスが所在している。ありがとうございます。